始まです。いやね、まあなんか あったじゃん、なんかあの光る禁断ボーイズラファエル復活デモっていうの見てね、率直な感想、まだやってんの、びっくりした、まだやってんのかってね、ちっこいなーって思って。でもいいんだよ、全然復活デモってか面白いじゃん。え、デモすんのって、まあバズの前でやればいいのにね。渋谷でやったって誰も光るのことなんか知らねえし、もうバズの前で光るをやめろとか言って、あのなんかシールズじゃなくて詐欺師シーネズみたいのを作って、おう光るはやめろクソやろうとか言って、なんかそんな感じで光るディスラップとかやればいいのにな。そこまでやる気ないんだって、なんか適当だよね。デモとかデモって言うんだったら、今回光る詐欺師全員死ね、シネーズ作りましたみたいな感じで、みたいな感じでやって、ヒカルは YouTube からいなくなれみたいな、なんかこんな感じで、なんかそんなラップ集団みたいなね、あの安保法制デモみたいな感じの、もっと完成度高くしてほしいよねって俺は思う。まあまあ今から見るわ、そのね、まあ、クソつまんない。これこれさんあんま見ない理由って、あの本当やることがヒカルラファエル禁断ボーイズ絡みしかないっていうね。でも、うわ、もう20万人いってんじゃん。すげえな、ヒカルのおかげで。え、ネクステ復活希望？え、何それ？え、結局デモしないってことなの？わかんねえ。口だけなんだ。いや、もっとなんかバズの前でもっと面白いことしてほしいよね。うん、やるんだったら。ヒカルシネーズみたいな、ネクストデスポイズンみたいな、なんかよくないで、ヒカルもシネ、イックもシネ、ラファエルもかわす、顔さらして、宝石に頭ぶつけてシネみたいな感じでやればいいのに。そこだよな、面白くないんだよ結局アンチがやってることって。あ、でもね、エンゼルフレンチは面白いんですけど、エンゼルフレンチてん、あのね、ずっと言い過ぎっていうのあるよね。もっと面白いエンゼルフレンチ、なんか片側だけで、片側だけ錆びた銅像みたいな、 金の像みたいなね、ほら黒い方が錆びてるじゃんっていう風な捉え方とかもあったし、なんか面白いんですよ。今回のね、ヒカルさんのあの事件で、あのリプラン面白いんですけど、やってることがずっと単調な人はつまんないです、結局。いやー、もっと面白くしてほしいなーと思いますけど、でもね、はじめしゃちょーの件だってあるじゃん、あれ。あれってあんま面白いのなかったけど、今回は俺はね、はじめしゃちょーにね、あのね、確かに俺の動画を遡れば、はじめしゃちょー土に変えるソングっていうのはね、あるんすよ。うん。それどっかに埋もれてるんすけど。それはね、ちょっと炎上しそうなんで、タイトル、なんか、怖かったんで、それもなんかね、出すの遅すぎて、はじめしゃちょー復活しちゃったんすよ。だから、ね、隠してます。あ、でも一応ね、ありますよ。はじめしゃちょー土に帰れっていう。はじめしゃちょー土に帰れ温度っていうのはありますけどね、やっぱり。で、ヒカルさんの件、今回の件面白かったね。でも YouTuber がつまんなかったよね、はっきり言って。まあ、はじめしゃちょーの件もすごいつまんなかったよね。はじめしゃちょー、帰ってこいよみたいな感じで。結局、でも今回のリプランは面白かったと思う。にちゃんみんがね、もう画期的にやってくれて、いや、なんか、はじめ、登録解除一斉にしようとかいうのあったじゃん。あれは結構ツボでしたね。意外になんかピクスタのなんかよくわかんねえ無料の画像をひっつけて、やってたりするのは面白かったっすけど、あ、そろそろ水溜りボンドとヒカルのランキング変わったんじゃないの？現実に変えてゆく。お！お！水溜りボンド東海オンエアが今ね、すごい。ヒカル今10位です。でもこっから難しいっすね。妄想グルメ。ね、10万人くらい下がるんで、10位まで落ちちゃいましたよ。ダラダラとドロロロロ、たとえでっち上げたような嘘も、口からで任せでもいい、現実にか、
あーまあね、いやまあそのなんつんだろうな、いやもっと面白くしてほしいな、復活デモとかね、みんな光の髪型にして、光あの詐欺師カツラみたいなドンキでないかな。でも俺これ言いすぎたらさ、俺捕まっちゃうんですけど、まあ、みんな面白くないなって思った。復活デモ、復活デモはさすがにつまんない。これこれつまん、いやそのなんつんだろうな、なんかさ、どっかで有名だったやつが、なんかもう、そう、YouTube は YouTube って感じで割り切ってない感じがするのが気持ち悪いなって思ってるけど、割り切ってるから成功してんだよね、コレコレさんは。たとえ、でっち上げたような嘘も。だからいいと思いますよ。うん、でもつまんないですけどね。はい。つまんないですけどね。はい。つまんない。うん、面白いの作んなきゃな。復活でもするか、地元で。光る、光る。でもなんで復活希望でもやんの、逆じゃない普通。なんで光る復活希望でもやんの、つまんな。いや、つまんなくね、今思ったけど、光る復活希望でもって。